きな粉のかかったわらび餅わらび餅は、わらび粉を原料とする柔らかく口どけの良い和菓子。きな粉や抹茶の粉、黒蜜をかけて食べるのが一般的となっている。製法の一例は、下記の通りである。これにきな粉を振り、さらに黒蜜をかけて食べると、より美味となる。抹茶をわらび粉に混ぜて作ったものや、きな粉の代わりに抹茶を振った種類もある。 わらび粉は、わらびの地下茎から得られる澱粉だが、高価なので芋、タピオカ、クズなどの澱粉を混ぜたものを用いる場合も多い。なお、上述の作り方だと、時間を置いたり、冷蔵庫で冷やすなどすると、澱粉の老化により再び硬くなってしまうが、トレハロースを混ぜておくことでこれを防ぐことができる。第五天皇が好物としており、太陽の位を授けたという言い伝えがあり、そこから、 わらび餅の異名を、岡大部とも言う。その言われが、寛永19年に著者された、大倉とラーキラの狂言集の、岡大優に古い言い伝えとして書かれている。また同時に協作に見舞われた農家の非常食でも、あったという言い伝えもある。東海道の西阪塾の名物としても知られており、谷総北の東北気候には、年たけてまたく増えしと思え引きやわらび餅芋、命生けると、 かつて食べたことのあるわらび餅を年を取ってから、再度食べたことについての歌が読まれている。ただし、掛川周辺は、鎌倉時代から歌に歌われるほどのクズフの名産地であり、林道春の平身気候には、この日坂のわらび餅について、あるいはクズの粉を混ぜて蒸し餅とし、豆の粉に塩を加えて、旅人に進む。人そのわらび餅なりと知れて、 そのズず餅ということを知らず。とあり、天明6年頃の東外ビンラ乱ンズ略にも、わらび餅と箱とへと実は掛川のクズの粉を持って作れるなりともある。奈良県はわらびこの名産地であり、奈良や近くの京都ではわらび餅の名店が数多く見られる。京都では、あん入りのわらび餅が古くから親しまれてきた。また夏のイメージが強いが和菓子店で売られている本。 わらびを使ったあん入りタイプのわらび餅は保存に向かないため夏の間は販売されていないことが多い。一部地域において夏季限定や不定期にわらび餅の移動販売を行う業者がおり夏の風物詩となっている。静岡県浜松市ではリヤカーを引いてわらび餅を売り歩く移動販売屋がいるが同業者は時代の流行により近年では減少傾向にある。 早朝にわらび餅の仕込みを行い、昼前から店や常連客の家を巡りながら売り歩く。販売時期は5月から9月上旬まで、値段は約50円と低価格である。愛知県名古屋市では、わらびから餅、わらびから餅、冷たくて美味しいよ。大阪府では、わらびから餅、かき氷などの歌をスピーカーで鳴らしながら、わらび餅の移動販売を行う車がある。 東京都墨田区にあるきび団子専門店のきび小屋は屋根線地域において2週に1度ほどの間隔で移動販売を行う。天候に左右されるため定期的ではないが、リアカーを引き売り歩く様式で、串あわらび餅ときび団子を客寄せの対抗を叩きながら販売している。ありがとうございます。